そして、平年の22倍の積雪ということで、岩手県もやはり多いんですね。一関市では20日の日曜日午前6時時点での積雪というのが、45センチ、この時期の平均の値というのは2センチなんだそうです。ですから平年の22倍ぐらいの積雪になって、12月としては観測史上最大なんですけど、こちら映像ありますのでご覧いただきましょう。はい、これ何か出てますね。寒そう。